さあゴーラス白の光でみんなを浄化。ゴーラスホワイト中村修吾。カレーの隠し味は僕が出るマイナス4。ゴーラスイエロー寺島純太。まだ内緒だからね。まだねバレてないからね。内緒だからね。セクシーゴーラスピンク深町俊成。ずっとなんか後ろでニヤニヤしてんなって思ったんだよな。ゴーラスブルー熊谷健太郎。あれもしかして苔のように広がるアクション。素晴らしい小松。さあこの番組は悪の組織である我々5人が人々を虜にし世界征服を目指す一大スペクタクル。知らないんでしょ。そのミーム知らないんだよ。そんなないからなんだよそのミーム。あ、それが猫ミーム深ミーム深ミーム作っちゃった。深ミーム、はい。今回は東京の大手町プレイスホール&カンファレンスという構成員集会にふさわしい会場からお届けしているぞ。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあみんな元気か。はい、ということでね、今この動画を見ている方もこんなに構成員たちが集まってるの驚きだろ。そんな公開収録で行う、プログラムはこちらです、うん、悪のプレゼンテーションいいですね、ありがとうございます。ということで構成員の心に響くスピーチができる幹部は誰なのか、それを決めるためにここからは一人ずつの渾身のスピーチをしてもらいます。最初にお題となるスピーチのテーマが表示されます。さらにマストワードというものを2つ使用しないといけないです。それはね、こちらのくじボックスから2つ引いて、そのワードは必ずその1分の中に織り交ぜないといけません。じゃあやっていこう。はい、最初の挑戦者はブルー。はーい。やはりですね、征服活動というのはですね、まず皆さんご自身の心技体が整っていなければなりません。ということは非常に丁寧な暮らしが皆様に求められるわけです。まず一つ目、やはり快適な睡眠です。睡眠ということは北枕っていうものがありますね。あれは確かに悪いと言われてるんですが、北という方角は非常にエネルギーが満ちていると言われるから非常に実はいいとも言われています。なので構成員の皆様にぜひ北枕で寝ていただき、そして二つ目、食事です。食事というのは非常にエネルギーだから我慢してはいけません。我慢は悪だと言われますが、しっかり食べてしっかりとエネルギーを蓄える。そして3つ目、コンセンサス。皆さん分かりますか？コンセンサス、こういうものにもコンセンサス、こういうモニターにもコンセンサス。やはり皆様の活動にはスマホは大事だから、スマホを使うときはコンセンサス、この3つでいきましょう。終了。そういう意味なんだ、コンセンサスって。コンセントってことね。なるほどね。コンセンサスって結局何だったっけ。コンセンサスっていうのはもう、まあいいよ、調べてよ、書いてか。そうですね、いいっすわ。オッケー。はい、ということで、クマありがとう。ありがとうございました。次の挑戦者はグリーン、お願いします。私ですね。はい、皆様は構成員として普段から心がけていることはありますでしょうか。構成員の活動、大事なのはもちろんこのゴーラス5という組織をどんどん広めていただくこと、それは皆様もお分かりのことと思います。しかしですね、皆様もいつどのようなタイミングで広めていけばいいのか、それがなかなかつかめていないと思います。もちろん今年です。なぜなら5周年、これは我々にとって大きなビッグウェーブとなっているからです。それはお分かりですね。なので今年どんどん周りの方に、広めていってください。そして皆さん聞いてください。どうだった？ゴーラス5どうだった？そして言ってやってください。面白い？それってあなたの感想ですよね。面白かったなら、ああ終わりですか。まだ様子残っていたのに。いや、なんか終わりっぽい雰囲気出しちゃったから。終わりっぽい雰囲気出したから落ち着いちゃった。落ちた感じがついたけど、失礼いたしました。ちなみに最後何言いたかったんですか。最後はですね、あなたの感想ですよねって否定的に聞こえるかもしれませんけれども、その面白いという気持ちを持ったということがゴーラス5への第一歩ということです。なるほど。あんまいらなかった。グリーンに拍手。いい感じだったんじゃないですか。ありがとうございます。やっぱスピーチいいですね。ね、
じゃあ次の挑戦者はなんとここでホワイトが。あ、参りましょうか。日本のスマホ代は高すぎる。なんか聞いたことあるな。もう一度言う。日本のスマホ代は高すぎる。ここからどうするの。これこそが悪なんですよ。日本の大丈夫か。それ出落ちじゃんもう。日本のスマホ代が高すぎるから、あなたたちはこんな風に地の底に落ちてしまったわけでしょ。ここ地の底だった。はい、もう今ここ、もう今この会場史上一番地の底ですよ。あなたたち、あなたたちがやっぱり日本のスマホ代を高くしたから。入れないと2つあるよまだね。こんなことになってしまったね。みんなで言ってみませんか。いきますよ。僕があのセリフを言ったら高すぎると大きな声で叫びましょう。いきます。最後にいきますよ。日本のスマホ代は高すぎる。ありがとうございました。いや言ってないよ。入れてない入れてない。いやいや、ホワイト、あの引いたワストワード一応確認してもらっていいですか。ウィンっていうあの携帯あったでしょ。あったけど、あったけどなくて。革命はもう今のが革命でしょ。ちげえのよ。ワストワードって このゲーム単語入れ込むことなのよ。ということで次の挑戦者に参ろう。ピンク、お願いします。私が手本を見せるとしよう。あ、友情か。皆さん、今幸せですか？幸せだと思っているあなた、幸せというのは目には見えないんですよ。じゃあどうすればいいのか。僕の目には見えてるんです。今会場にいる皆さんの顔、これが僕にとっての幸せの形です。さらにピンクのペンライト、あ、見えますね。たくさんの幸せが見えます。制服できたの皆さんのおかげ、感謝です。感謝を込めて感謝の聖剣好き参りたいと思います。セイ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 、みんなでセイ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 、目覚めなさい。インフルエンサン、ありがとうございました。終了。意味わかんない。制服後の世界でもないし入れりゃいいってもんでもねえし。これが制服後の世界。あ、もう未来だったってこと今。そういうこと。そういうこと。あの素晴らしかったね。いや、音声だけ聞いたら多分このホール持ってる方が不安になると思う。だ、間違えてこの階を押した時にエレベーターとかで、あ、マジで危ない階に来たってやばい周回開いて思われそうで嫌なんだよね。まあでも素晴らしかったです。ピンクありがとう。全然真面目にやってない人が2連続続いちゃったんですけど。じゃあもうラストはね、締めてください。イエロー行きましょう。イエロー。いや、お恥ずかしながら今こうしてたくさんの皆さんの前に立たせていただいておりますけれども、私幼少の頃は人前に立つのがすごく苦手な人間でございました。自分が目立つということは、自分の主張や自分の考えが外に伝わり、そして時には自分が非難を受けてしまうかもしれない。自分の本当の気持ち、それを他人に否定されるかもしれない。まあそんな自己防衛の一環から、あえて自分から前に出ることはしないという人生を送ってきました。しかしですね、私は気づいたんですよ。そんなこと言っててもしょうがないと。そして今ね、芸人さんもそう、そしていろいろエンターテイナー、まあ声優もそうですけど、なんていうかこう陰キャアピールっていうんですか、僕そういうの苦手なんですよ、人見知りなんですよ、引っ込み思案でっていうキャラクターで売る人がたくさんいるんですよ。もうそこはレッドオーシャンだと悟りました。これからですね、こうして人前に出て恥をかく、汗を流し、声を上げ、恥ずかしい恥部を皆さんに晒し続け、自分が悪だということによって、自分の恥ずかしい部分を晒すことによって、あえてブルーオーシャンに駆け出していく、それが制服だと思っています。皆さん、この青い夢へようこそ。一緒に宝島目指しましょう。ありがとうございました。終了。あの引っ込み思案な性格から、前に出ることはしなかった性格からここに入って、もう
さらけ出すことになったと、はい、ということで、はい、スピーチは以上だ。ここからはもう会場の構成員による判定タイム。じゃあまずは一番最初、ブルーが良かったと思う方、まあ、何色でもいいや、振ってくれ。うん、ありがとうございます。ああ、ありがとう。まず最初にしちゃいい。はい、ありがとう。それでは次、グリーンが良かったと思う方、振ってくれ。うん、ああ、ブルーよりちょっと多くなったね。なかなか、うん、はい。それでは、ホワイトが良かったと思う方、振ってくれ。お、そこそこいるね。まあ、グリーンと同じ、同じ。だいぶルール違反してましたけどね。はい。で、ピンクが良かったと思う方、振ってくれ。一番あ意外ともうルールとかいらなかったんだかな、でイエローが良かったと思う方振ってくれ。あ一番多いな。ということで優勝イエロー。ありがとうございます。リーダー一番心に響くスピーチができてました。ありがとうございます。まあちょっと僕の前の2人がもうそもそもルール違反してたんでルール通りやるだけでもよく見えたのかもしれないです以上悪のプレゼンテーションでした。ということで、今回は以上です。まだ見ぬ構成員の皆様への布教にぜひお役立てください、うん、もうこれ見たらね、一発でね、あこの人たちやばい人たちだ、もっと見てみようってなると思うんで、よろしくお願いします。それではみんなで一緒に行きますよ。来週もさあゴラス